チャンネル登録者数2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもデル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 デスケです。オスペンギンです。さあ、ということでチャンネル登録者数が2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする企画でございます。ということで今回の豆知識はこちら、茨城面白研究所。さあ、今回ご紹介する茨城豆知識は五霞町の白蓮についてでございます。さあ、白蓮というのはですね、まあ、魚でございます。小イカの魚でございまして、うん、大きいものだと1メートルを超えるという非常に大きいお魚でございます。お、まあ、こちらはですね、五霞町に流れます利根川があるんですけども、うん、この白蓮 の産卵期というのが大体6月から7月なんですけども、うん、その時期になりますと大量の白蓮が大ジャンプをするんですよ。おー、バシャ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 っていうのは、うん、それがもうすんごい、僕も映像写真で見ましたけど、うん、めちゃくちゃ迫力があって圧巻です。あれぜひ皆さんにも、ちょっと僕も生で見に行きたいっていうのがあるので、それが白蓮の大ジャンプと呼ばれるものでございまして、これ皆さんにもぜひ見ていただきたいでございますけども、じゃあいつジャンプするかわからないじゃないですか。6月から7月の間で毎日やるわけじゃないんですよ。なるほど。なので、それ分からないという方いらっしゃると思いますけども、うん、この時はですね、ぜひ五霞町のホームページをご覧ください。ホームページに白蓮の大ジャンプというページがございます。これでも毎日のように、最新情報を載せてくれてるので。今日してるよみたいな。とか、そういう情報をすごくですね、もう率先して送ってくれてますので、なるほど。ぜひ皆さん、見に行かれる方は、ホームページを五霞町のチェックしていただければと思います。はい。そして、これ過去のデータを集約しますとですね、うん、6月、7月、雨が多かった場合、非常に。うん、そうすると、普段、例年より早くジャンプするらしいです。雨が多い日が続くと、どうやら早くジャンプするという、っていう、だから、なんかデータは出てるそうです。なので皆さん、ぜひチェックしてみてください。はい。という豆知識でございました。皆さん、はい、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、たくさんよろしくお願いします。我々もね、早く2022に行って、もう、ぴょーんと、飛び上がるぐらい嬉しいことでございますから、よろしくお願いいたします、一つ。お願いします、本当に。そんなダメをふざけてお願いしてたんですか。ちゃんとしようよ。たぶん、毎回ちゃんとお願いしてればもう言ってるのよ。まあ、ちゃんと、ちゃんとよ。はい。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。我々は本気です。本気でございます。一日も早い達成を夢見ております。はい。どうか皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。お願いいたします。